もう綺麗。こんにちは、池田まこです。今日のまこチャンネルはコスメです。今回は念願のこちら、ラフェルドルの福袋を買ってきました。今日はこれを開封したいと思います。それではご覧ください。まこチャンネルスタート。では改めて紹介します。こちら、これ袋は多分違うと思うんですけど、エレガンスの福袋になります。デンデデデデデンジャーン、念願のエレガンスラプードルオートニアンス1番です。これです。これがもうずっと欲しくて、それで今回この福袋を買いました。なんか福袋最初にもずっとこれめっちゃ気になってて、すごい口コミもね良くて欲しいなって思ってたんですけど、福袋として買うとこれにこういろんななんかサンプルとかもつけてもらえるっていうのを聞いたので、このタイミングで買いました。お値段は1万円です。でこれフェイスパウダーなんですけど、大きいのとちっちゃいのがあって、私はちっちゃい方を買いました。持ち運びにいいかなと思って、じゃあこれから早速開けたいと思います。あ、ポーチに入れてくれてる。おお、高級感がすごい。なんかほら、このポーチに入れてくれてて、出します。たらー、はい、こちらです。中を開けると、わー、あ、パンもついてるんや、知らんかった。はい、こんな感じです。たらん、上にミラーがついてて、パフもついてて、こちらがパウダーです。これ色味もね、いろいろ種類があるんですけど、このカラーは自分で選べます。私は確かツヤ、なんか美白ツヤ忘れたけど一番なんか王道的なやつにしました。もうこのパウダーがもうめっちゃ気になってて、それでこの前お店でこう試してもらったら、めっちゃいいよと思って、すごいこうキメが細かくサラサラしてくれるし、本当にね、寄りにくくなるので、でなんか持ち運び用、普段家では別のパウダー、ルースパウダー使ってるんですけど、結構持ち運びってなるとでかいので、持ち運び用でなんかいいのが欲しいなと思って、もうついに買っちゃいました。めっちゃ嬉しいよはい、でこれの他にそのおまけとしていろいろついてくるんですけど、こちら開けていきます。何がついてるかは その予約したんですけど、今回その予約した時は分かんなくて、なんかポーチとかいろいろついてますみたいな感じだったんですけど、まあ普段よりちょっとお得に買えるって考えたら、まだ何もいいやと思って中身、うわー、いろいろついてきた開けていきたいと思います。まず言ってたポーチですね、これや、ポーチ、エレガンスプレミアムオリジナルポーチです。開けよう。なんか変わったポーチ、木じゃそういう素材ではないわ。すごい変わったポーチ、めっちゃおしゃれです。ここにロゴも入っていて、中はオレンジです。ポーチはね、どんだけあっても使えるんで便利です。そしてこれなんやろ、プレミアムメイクアップスポンジセットです。おしゃれ、2枚セットでケース付きです。非売品やって。え、なんかもうこのプラスチックのケースがおしゃれや。うわー、あー、はい、中はこちらです。このスポンジが2個あって、こんな風にケースが付いてるので持ち運びにも便利です。あ、スポンジも洗ってまた使えるタイプなので、リキッドファンデーション使うとき、あ、めっちゃいいや、これでこうぼかしじゃない、伸ばして、でまた洗って乾いたら戻して持ち運べるっていう。そして次に入ってたのがこちら、エレガンススティーミングスキンファンデーションです。 SPF23PA2+ です。これも非売品、サンプルの、ファンデーションのサンプルやって嬉しい。やっぱね、こういうなんかちょっと高いところのさコスメっていきなり買うのってあれやから、こういう試用品とかで試せるのはすごい便利です。ほら、コンパクトサイズ、こういうのはいつも遠征行く時とかに持っていくんですよね。ちょっとだけ出してみます、ぼかします。あ、めっちゃスルスル伸びる。え、軽っ、つけ心地軽っ、あー、綺麗めっちゃ綺麗や。しかもしっとりしてくれるし、ほんのりトーンアップもしてくれて、ちょっと分かりにくいと思うんですけど、めっちゃ綺麗になりました。これはいいや、これはやっぱ遠征の時に持っていこうはい、そしてこちらのエレガンスモデリングカラーベースの試供品
4種類と、あ、これもか、5種類か試供品が入っています。これもそれぞれね、役割がいろいろ違うみたいで、また試してみたいと思います。はい、そして最後がこちらです。エレガンスクルーズスーベニアセット、フェイスカラーオリジナルマグネット。開けてみます。なんかおしゃれなバッグみたいな。わあ、わあ、いっぱい入ってる。なんかたらー、これや、中にマグネットが入っています。あ、もうひっついてる。マグネットひっついてるわ。あ、はい、こんな感じでおしゃれなマグネットが3種類入ってます。はい、そしてこちらも入っていました。エレガンスクルーズサンディカラーの試供品かな、これが本物。これの試供品が入っていました。チークみたいです。これリキッドタイプっていうかな、リキッドチーク。あ、結構蛍光っぽい色かも、出した感じは。え、サラッサラ、うわー、全然伸ばしたら全然蛍光感なくなる。うわー、めっちゃ綺麗や。うわー、なんかラメ入り、伸ばすとめっちゃ綺麗です。でもつけ心地が軽すぎる。ほんまにサラサラで、つけてる感覚が全然ないです。めっちゃ軽いです。なんか本当にこう根っからじゅわって発色してくれる感じもあるし、めっちゃ可愛いです。なんかつけた、出した瞬間めっちゃ蛍光や、使いにくいんかなと思ったんですけど、めっちゃ可愛い色です。まあこれは気に入りました。大事な こちらのパウダーのレビュー忘れてたので、これ紹介していきますね。ブラシ持ってきたのでブラシでのせます。これカラフルなんですけど、これを混ぜてさっきの上から重ねてみます。はい、ちょっとね、見た目では全然わかんないと思うんですけど、めっちゃサラサラして、あのファンデーションの上とかもめっちゃサラサラしてくれます。でもほんまになんかきめ細かい、なんていうの、サラサラ素肌にしてくれる感じ。やっぱパウダーはいいやつはちゃうなって思いました。うわ、どうしよう、めっちゃ嬉しい。ちょっとこれから毎回使うたんびにな、気分が上がる気がします。これで今回の開封は以上になります。いかがだったでしょうか。今回はエレガンスの福袋を開封しました。普段はね、これ1個で1万円の商品になるんですけど、でもこうやって福袋の時に買うと、こうなんかいろいろサンプルとかももらえたりして、ちょっとねお得になるので、ぜひ皆さんも気になった方はチェックしてみてください。そしてマコチャンネルは毎日20時にアップしています。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。イケラセカンドもご覧ください。ということで今回はイケラマコの福袋開封でした。バイバイ。